統一企業古墳有限講師は台湾の食品製造、食品加工、流通、小売などのグループ企業。台湾国内の食品関連企業、流通企業では、作用手。総本部を台南市栄光区に置く。1987年12月28日に台湾証券公益所に上場。証券高度は1216。中華食房の統一ライオンズを保有する。 統一企業は1967年に設立され、1978年の統一調省の設立をはじめ、数多くの日本、欧米企業と提携を進めている企業である。製造、卸売小売が垂直的に統合された、正反統合型であることを特徴とする。統一企業は、台南方の一企業である台南防石をルーツに持つ。 台南宝石で十数年働いていた高木よすなおが小麦粉工場の民間経営が緩和された1967年7月、台南宝石の支援を得て3200万元で設立した。会長には台南宝財閥の資本家の一人であったゴーサムヒトが置かれ、高木よすなおは社長となった。設立時にはゴーサムヒトと高木よすなおの親族のほか 台南宝石の顧客である帝氏や高木よすなおの同僚、友人が出資した。開業初期は台南法からの資本支持もあり、海外企業との技術提携や最先端の生産設備の導入によって、設立翌年から黒字化を果たした。1973年にはそれまで食品メーカー、採用手だった味全食品を抜き、業界採用手となった。その後は、 台湾の経済成長に合わせて、多様な消費財食品の全国展開などを行った。しかし、地域ごとのディーラー制だったことから、その欠点が徐々に現れていった。1980年以降、統一長賞や統一パンをはじめとする小売業に進出し、またディーラー制だったものを販売会社制に整理することで、商売経路を確立した。 1989年には中国本土や東南アジアへの進出を行い、海外企業の合弁や買収を積極的に行った。2002年時点で中国本土に45カ所の工場を有し、他ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピンなどに工場や子会社を進出させた。統一企業新築国を延期中国大陸は統一企業が 台湾以外で投資している最大の地区であり、1992年代に中国大陸市場への進出を開始、現在では50余りの子会社を展開する。これ以外に、統一はベトナム、タイなど東南アジア数カ国にも投資し、諸外国の関連企業は100以上にも上る。愛禁古墳有限公師、ありがとうございます。